はい、皆様こんにちは。お元気にダンスを楽しんでいらっしゃいますか？今回はですね、まあ楽しいというかちょっと変わったというか変なというかですね、中級足型をご紹介したいと思います。しっかり踊れるように習得しましょう。それではチャンネル登録も何卒よろしくお願い申し上げます。そうそう、チャンネル登録ね、しっかり頼んでますもんで、1ヶ月にね、2人か1人のペースでちょっと増えてます。といっても1ヶ月に1人か2人では、あなた10万人まで行くのに、私生きている間に10万人達成できるかしら。もっと早いペースでよろしくお願い申し上げます。では頑張りましょう。レッスンです。こんにちは、ダンサー内藤でございます。お相手いただけるのは内藤陽子です。今日ですね、またあの楽しいタンゴの舞台ということで、まあ中上級というかね、中級ぐらいの人だったら誰でも楽しめるんじゃないかということで、最初ウォーク2本してからノッキングフォーラウェイリバースと移動しましょう。ノッキングフォーラウェイリバースというのは、フォーラウェイリバースのね、文字通りノッキングするというか、ね、ノッキングするといけないみたいですけども、まあ、ウォークを2本しますね。ウォークを2本して、そして1回ここ途中で、まあ、ホイスをして止めますね。そして、スイムというか、スイムをスロースローしますね。あのホイスがスロー、スイムがスロー。そしたら今度は前進、外側に前進になりますので、前進して、まあ、ピボット、フォーラーウェイの、まあ、3、4というか4歩目ですね。ですからもう、違う方向でお見せすると、まずウィスクをクイッククイックスロー、そしてスロー、そしてどんどん左回転ですね。よいしょ。そしてよくあるビーニーズクロス、ワン、ツー、アンド、スリー、フォー、アンド、ファイブ、そして1回サイドランジみたいな感じでスローをしましたら、スロー合わせをパッとしますね。この時に、感じとしてはこういうふうにテコの原理を、テコですね、テコの原理を使うとですね、ここでこういうふうにしましたら、この腕をこういうふうに引く、引いた分この男性、女性の、左足が代わりに向こうへ行く、ね、シュッ、そうすると回転が見えますね。そしてクイック、クイックでチェンジをして、スロー、スロー、もしくはスロー1個で PP になって、このフォーラウェイの部分は終わりますね。ウォーク2歩からノッキングするフォーラウェイリバースをします。スロースロー、ね、クイック、ここがノッキングなわけですね。でそしてクイック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 とクイッククイックとクイック、手この原理を使ってシュッ、クイッククイック、スロースロー、アンスロー。まあここで終わってもいいんですけども、ここから右回転をして同線ですから、インサイドスイムをしますね。こっちの方に今 PP になったとしまして、見やすいように角度を変えましたら、そしたらまあよくあるパターンですね。ツイストターンの4歩からアウトサイドスピン、右回転の、あ、なんつうの、右回転のテレスピンみたいなもんですね。これはワルツで言えばこのステップですね。ワルツで言えばオープンナチュラルアウトサイドスピン、つまりワン、ツー、スリー、アンド、ワン、アンドみたいなね、オープンナチュラルからアウトサイドスピンをする単語バージョンなので、単語だけどもオープンナチュラル単語書いてある、要するにメダルテストのね、この足型名を書いたプリントなんかにはそう書いてあることがありますよね。まあどちらかというと正確にはツイストターンのね、スロー1、2、ツイストターンの4歩をしてからアウトサイドスピンをして、で、まあ、ぐるぐる回ってもいいんですが、ここで男性ね、この右、男性、女性
右足を男性の両足の間に入れてインラインスイープ、インサイドスイープね、もしくはインラインスイープね。ここで私もちょっと肩が出てしまうので恥ずかしいな。そうすると PP になるので一回出て、まあ頭もヘッドアクションもつけて、ね、反対向きにやってみますと、スロー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、スロー、スロー、ワン、スローですね。こんな感じで踊れると、まあ、競技会のステップとしても使えるので、ね、いいのじゃないでしょうか。じゃあ頑張ってください。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあこの足型なら競技会などでね、上位クラスの競技会 A 級とか B 級の競技会でも十分使えると思いますが、結構変な足型でもありますので、ノッキングするので、後続のねフォーラウェリバースをするときに後続後ろから来るカップルとぶつからないようにね注意しましょう。使えるんかいなほんまに、ね、そんなわけで、頑張ってね根性で練習しましょう。さよなら。